俺はアルト。見た目はヤンキー、頭脳もヤンキーな普通の高校生だ。その日もご機嫌に愛車を走らせていたんだが、うん、とんでもんつけて自転車とか超非常識なんですけど。君、今俺が注意してるからちょっと静かに。何してんだあいつら。わめき散らしている女に殺の男、それにどう見ても困り顔の女。どうして困ってるのか俺にはすぐ分かった。わめいている女が持ってるもんを見ればな。あら、つままれた。おい、てめえ。え、な、何すんのよヤンキー。そりゃこっちのセリフだ。俺はそっちの姉ちゃんの大事なもんなんだろう。おい君、その子はイヤホンをして自転車に乗っていたんだ。自転車走行中のイヤホン装着は禁止されていて。ああ、てめえの目は不死穴か。こら、君、それ以上言うと公務執行妨害で逮捕か。おい、日本の法律ってのは補聴器をつけて自転車こいじゃいけねえって書いてあんのか。え、補聴器だから不死穴かって言ってんだ。ほら姉ちゃん、大切なものだろ、しっかりつけとけよ。ちょっと、補聴器なんてなんであんたがそんなことわかんのよ。その子はそんなこと一言も言ってないんですけど。補聴器取られた挙句は一方的にわめかれちゃ言えるわけねえだろうが。そもそもてめえらが何言ってんのかわかんねえよ。補聴器、そうか、これは申し訳ないことをした。カイリとかいうサツの話によると、カリンとかいうさっきからわめいているこの女にイヤホンつけて自転車乗ってる女にぶつかられた。警察なら逮捕してよバカとか言われて連れてこられたらしい。サツが連れてこられた時にはこの奏という姉ちゃんはすでにカリンに補聴器を奪われていて、うまく誤解を解けなかったみたいだ。てめえ、補聴器とイヤホンの違いもわからねえでそれでもサツかよ。弁解のしようもない、申し訳なかった。ちょっと待ちなさいよ。補聴器だかなんだか知らないけどぶつかられたのは事実なんですけど、痛いんですけど。私ぶつかったなんか。ぶつかったからぶつかったって言ってるんですけど、被害者はこっちなんですけど。うるせえ女の服、そして自転車、ついでにあそこにあるのは。おい、嘘も大概にしとけよ。はあ？怪我どころか汚れ一つねえ服、歪み一つねえ自転車、どう見てもぶつかられたって感じじゃねえよな。何よ、私が嘘ついてるって言いたいわけ？じゃあそこの防犯カメラをチェックしてみようぜ。こっちには札もいるんだしよ。なああんた、この女に自転車止められたのはこの辺りだろ。は、はい。じゃあカメラにバッチリ映ってるだろうな。どうしますか、確認しますか。もういいわよ、ちょっとかすっただけだから。ちょっとかすっただけで人の補聴器奪ったのか。てめえ、冗談じゃ済まされねえぞ。あの、私はもう大丈夫ですから、補聴器も返してもらいましたし。お前な、もっと怒れよ。あの、まあでも嫌な目にあった本人がそう言うんじゃ仕方ねえか。ありがとうございます。なんであんたが礼を言うんだよ。ああ、いたいた、おまわりさん。うん、ラムさんじゃないですか。どうしました。このラムという女はアクセサリー店の店主、これも何度か行ったことのある店だから顔は知っている。カイリーともどうやら顔見知りのようだ。盗みよ盗み、万引き。お店のアクセサリーをごっそりやられたので、またこれで3回目よ。本当に腹が立つったら。おまわりさんも早く捕まえてよね。すみません。だいたいこの前だって見回り強化するの。情けねえな。全然姿見ないじゃないの。鬼みてえに激怒するラムと大慌てのカイリ。俺はぶっちゃけもう他人事だし、どうでもいいかと思っていた。だが、奏の様子がどうもおかしい。どうした？あの、カリンさんが。あんな女にさん付けしなくていいだろう。で、何？それ、マジか。はい、私、ちゃんと見てました。
となるともしかして、おい、おまわりさん、その女のポケット調べてみろよ。はあ、な、何よ、なんで私が。そいつを調べれば全てわかるって言ってんだよ。何よ、私が何したって言うのよ。言いがかりはやめてほしいんですけど。ああ、もううるせえ、いいから見せろっての。何すんのよ、おまわりさん、痴漢です。君、あまり乱暴なことは。キャラクター、これはプニのブローチ、かわいいプニ。カリンのポケットからは出るわ出るわ、ピアスにネックレスに指輪に、俺にはよくわからないアクセサリーが次々と。さすがの俺も呆れたね。これ全部うちのアクセサリーよ。あんたが万引き犯だったのね。知らない、私はこんなの知らないわよ。あんたのポケットから出てきたんじゃない。君、話を聞かせてもらおうか。そうだ、そいつよ、そいつが盗んで私のポケットに入れたのよ。てめえ、いい加減にしとけよ。だって本当のことだもん。私そんなことしてません。そもそもアクセサリー屋さんなんて私行ってないし。ほらほら、嘘なんかついて怪しいでしょ。怪しいのはお前だよ。とにかく話を聞かせてもらおうか。念のため、そちらの彼女も。私、おい、ちょっと待てよ、こいつは関係ねえだろ。あからさまに怪しい人物がいるにしても、事実がわからない以上、警察としてはどちらからも話を聞かないと。全くもって不本意ではあるんだ、俺だって。心の声ダダ漏れなんですけど。よし、わかった、事実がわかりゃいいんだな。そんなら俺が全部解明してやろうじゃねえか。いいか、その女はな、そっちのラムって姉ちゃんが来た時、自分のつけていたピアスとか指輪とかを外してポケットに入れたんだな。はい、私ちゃんと見ました。ピアスもブレスレットもこっそり外してポケットに入れてました。そう、さっき奏が俺に耳打ちしたのはこのことだったのだ。その話を聞いて俺はピンときたね。それにサツとラムの姉ちゃんが話していた時、さりげなくカバンを持ち替えてたろ。あれはポケットを隠したい心理の表れ。ずっと体を斜めにしてたしな。言いがかりよ。早くこの場を離れたかったんだろうが、あんまり露骨に離れると怪しまれると思ったんだろう。ずっとつま先が外側を向いてるぜ。証拠は？そんなの全部妄想じゃない。証拠ね。おい、ラムの姉ちゃん。え、何？万引きされるのは3回目とか言ってたな。じゃあ防犯カメラとか増やしてたりするんじゃねえの？当たり前よ、見えるところにはもちろん隠し防犯カメラだって設置したわ。だからおまわりさんと一緒に確認しようと思って。あ、それならバッチリ映ってるかもしれないな、犯行の瞬間が。じゃあ早速全員で店の防犯カメラを確認しに行くか。それはやってねえなら問題ねえよな。なあ、わかったわよ、認めればいいんでしょ。認めれば、私が盗みました、ごめんなさい。何よ、その反省ゼロの謝罪は。一緒に来てもらおうか。ちょっと触らないでよ、痴漢、警察呼ぶわよ。俺が警察だ。あんたね、ただじゃ済ませないわよ、覚悟しておきなさいよ。うっさいな、シワが増えるよ、おばさん。ビー、ムキー。おい、一つ教えといてやる。何よ。万引きは歴史とした窃盗罪だ。窃盗罪の罪状は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金に相当する罪だ。あ、でも私未成年だし。未成年でも逮捕はできるんだよ、警察なめんな。逮捕って、やよ、ママとパパに怒られる。残念だが親呼び出しは確定だ。認めたんだからいいじゃない、親呼ぶ必要ないでしょ。ほんと最低。最低なのはあんたよ。じゃ、行こうか。あ、ちょっと待て。ん？どうした？一つだけわからねえんだよ、てめえどうしてこの姉ちゃんに絡んだんだよ。顔見知りじゃないんだろ？あ、はい、今日初めて会いました。ふん、そんなこと知りたいの？その女の髪がサラッサラで腹が立ったのよ。あ？何よ、そのサラサラロングヘア、自慢？自慢のつもりなの？
の？私はこんなにもテンパで悩んでるのに。はいはい、行こうか。もう怒る気力もないわ。災難だったな。本当にありがとうございました。助けていただいて。ああ、もう気にするなよ。それよりあんた、よくあの女がアクセサリー外したの気がついたな。おかげで犯人だって見抜けたんだから、よかったぜ。私、耳が聞こえない分、目がいいというか、普段から細かいことによく気がつくんです。なるほどな。ああ、そうだ。一つ聞いていいか。あ、はい。また会えるかって、手話でどうやるんだ？え？あ、いや、終わり。変なこと聞いた。こうですよ。また、会えますか？また、会えるか？はい。ありがとうございました。かなでです。今日の動画は楽しんでいただけましたか？楽しかった方は高評価ボタンを押して教えてくださいね。ソプラノ漫画はインスタグラムやツイッターもやっていますので、よかったらチェックしてみてくださいね。これからも100万人登録を目指して、皆さんに喜んでいただける動画を作っていこうと思っています。よかったらチャンネル登録とベルマークの通知をオンにして、次の動画を楽しみにしてくださいね。またお会いできるの楽しみにしています。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。